アイアチャンネル24をご覧の皆さん、こんにちは。アップバンクストアの仕入れと PR 担当のアイアでございます。今日はスマホポーチ、皆さんと一緒にチェックしていきましょう。早速開封してみましょう。長い方のベルトと短い方ストラップみたいな長さのものが2種類入ってます。本体の見た目はこんな感じ。お値段がですね、1980円でございます。なのでね、デザインとか質感に高級感があると言ったらそれはちょっと違いますが、うん、いろいろと物は入りそうだ。ここの部分にスマホを入れるわけですね。 iPhone6 で試してみましょう。バッチリ入りました。入れたまま上から操作することもできます。ちょっとホームボタンの位置とか覚えないといけないけどね。6プラスはお、入るけどちょっとはみ出してしまう。この部分にこういうフックがついてるので、肩からかけたいときはこの紐をつければいいわけですね。ほら、こうしてかけられるわけですね。裏側の部分にはベルト通しの穴があるので、パンツ、ズボンのね、ベルトに通しておくこともできます。さて、ここにファスナーがあるので開けると、ベローンと、こんな感じで、蛇腹状にと言ったらいいのかな。いっぱいポケットが入ってますね。試しにまずライトニングケーブル入れてみましょうか。OK。イヤホンズ、アップル純正のイヤホン。あとは、カードね、スイカ。で、スーペンとか。あと2つぐらい入れるところがある。こんだけ入れてもちゃんと閉じて、スマホも入れることができると。こんな感じのポーチでございます。で、中身が必要なときは、パッと取り出せると。こういう風に入っていますので、一覧性がいいよね。はい、というわけで皆さん、お手頃なお値段で買える、スマートフォンが入って、入れたまま操作ができる、そして小物がいっぱい入るポーチでございました。今こちらの製品、アップバンクストアで販売中でございますので、ぜひ概要欄、この動画の説明文にあるリンクからチェックしてみてください。バイバイ。